はい、こんにちは、酒井ギタースクールです。コミを見てみたいと思います。やべえ、最近全く弦を張り替えてないや。まあそんなこともあるでしょう。まあ弦張り替えてないからダメってわけではないですから、気づいた時に弦を張り替えればいいんじゃないでしょうか。まあでもね、その弦の状態によってはね、例えばその多分手汗の問題とかいろんな、問題がね関係してくるとは思うんですけど、あまり綺麗にね楽器弾き終わった後吹いてないとか、なんかそういうので、まあ、結構早い段階で、あれちょっとこれ弦錆びてるんじゃないとか、あとは何なんだろう、あのカビっぽいなんかちょっと緑色の音がなんかこうね、なっちゃう人もいますからね、それはねちょっと見た感じでうやばいなみたいなのはちょっと避けるようにした方がいいですよね。まあでもどのぐらいの感覚で弦変えなきゃみたいに、まあ変にね神経質にならなくてもいいんじゃないでしょうか。クラシックギターで使用する弦に関して以前から疑問に感じていたことがあります。どこのメーカーも例外なく4、5、6弦はあれ銅線ですかね、巻き弦に仕上げに製造されています。巻き弦はフレット移動時どうしても雑音が出ます。4弦以下は巻き弦にする必要があるのでしょうか。これはね、なんで4、5、6弦って巻き弦なんだろうって、思った人多いんじゃないかなと思いますけどね。で、まあでも巻き弦じゃないといろいろ困るなとも思います。じゃ例えば 1、2、3弦のようにナイロン弦で4、5、6弦までね、あの状態で太くしたとする太くしようとすると結構なぶっとい弦になってきちゃうんじゃないかなというところですよ。低い音を出す必要があって、でテンションを考えてってなるとそれなりの太さが必要になってくるわけですよね。だからあのナイロンの状態でそれなりのこうねタッチテンション弦のテンションのバランスが取れててっていう風に考えたら4、5、6弦巻き弦じゃないとちょっと無理なんじゃないのかなと。巻き弦にすることで、そのね太さっていうのをカバーしてその細く、そして、テンションを確保して低い音を作り出せるっていうところだと思うんですよ。で、まあピアノ線なんかもそうですよね。もう最低音の方なんかもピアノ線やばい、もう巻き弦なのにものすごいやばい太さ、だからその太さで、いい張りのある音程もねキープしてっていう、そこを作ろうとすると、結局はギターの弦長650ミリっていうのがさらに長さが必要になってくるわけですよ。こうそういうふうに考えていくと、もう4、5、6弦が巻き弦っていうのは、当然っちゃ当然みたいな感じですよね。だからね、もっと素材的にカーボン弦とかっていうのが、登場したりとかね、出てきてるのかなと。でこの4、5、6弦の雑音に関してはこうテクニックでねカバーできるところなので、
それはもう練習次第だと思うんですよね。で、あとは一応こうポリッシュ、研磨された巻き弦だけど、摩擦が少なく加工された弦っていうのも出てるんですよ。だから、まあ、そういう弦を使うっていうのも一つでしょうね。ね、456弦、もう456弦巻き弦なんでこの3本が巻き弦なんだっていう、まあまあみんな思う、一度は思うところな気はします。アンプした後楽譜見て弾いてないと、ちょっとずつ変わってきちゃうよみたいなね、動画のコメントで、なんとタイムリーなお話、メルツのロマンスが最近単語帳になり、あれと思いながら、怖くて気づかないふりしていました。お話を聞いて早速確認したら和音だと思ってたところが単音だし、謙虚に頑張ります。なるほどね、メルツのロマンスが最近単語帳になる、どんな感じなのかちょっと聞いてみたいな。で、まあ和音だと思ってたところが単音とかね、まああります、あるあるですよね。逆の単音だと思ってるところが和音だったとかっていうのもあるし、もうこの辺あるあるですよね。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどし募集しております。